今日はこの絵を見て、ここに何か書いていきましょうね。えー、っとね、まずそうですね、これ見て何か言えることあります。まず日本語で言いましょう。それ後で英語にしますから。えー、っとね、まず、あ、笑ってる。これにしましょうか。笑っている。ね、これいいですよね。それから他には、うんあ、これね、喉の下に、えー、ライトがある。喉の。 下にライトがある。はい。他には白い歯。<laughs> それから、うん、ピンクのジャケット。ピンクのえジャケット。他には黒髪。黒髪。<laughs> それから優しい目。優しい目。そうだね。優しい。目 <laughs> 優しい。この優しいじゃないね。優しい。目。目。あ、今のいいね。えー、これいいね。これ。あ、でもこれ。訳してくれないだろうな。<laughs> これでやってみましょうか。これね、えっと、翻訳しますからね。えー、っとね。ここになんか翻訳の機会があるんで。翻訳、これ、目になったらすごいよね。英語で。えー、っと、英語で目って何て言いますか アイだよね。二つあるから、アイズですね。アイズ。それから、どうま、えー、っすぐな花。まっすぐな花。はい。それから、あとは、イケメン。イケメン。はい。そして、あと他に何かないかな。あ、肌がきれいだね。きれいな。きれいな。 肌、それから他には、あえっとね、ほんの少しヒゲが生えています。ほんの、ほんの少し、うーん、武将髭が生えています。<laughs> 武将髭が生えています。こんな感じですかね。だから、えっとね、そうだね、背景は暗い。 暗い背景。暗い背景。ダメだ。<laughs> 背景。これだね。はい。あ、これだよね。これね。機械、機械のスーツ。機械のスーツ。こんなもんですかね。はい。 紫がかって、全体的に紫が、全体的に紫がかっている。こんなもんでしょう。これ全部ちょっと英語にしてみましょう。えっとね、できるかしら。こういうのってね、大体ね、ツールであるんだよね。あ、ドキュメントの翻訳機能ありましたね。これです。と、これを、 えー、言語選択。えっ、ー、とね、今日本語だから英語にするんだよね。英語、英語、会いました。英語、これですで。翻訳。どうでしょうか翻訳してくれるのかなあ、いいですね。これラッピングじゃなくてスマイリングだよね。でもまあラッピングでいいか。ね。じゃあここから一緒に英語を読んでいきます。ワン、ツー、スリー。ラッピング。There is a light under my throat.My となってますけど、 これはヒズですよね。ヒズ・ト throat のがいいですよね。前だと私のなっちゃうもんね。これもスマイリングにしましょうか。スマイリング。えー、あ、いいですね。白い。歯。いきます。White teeth. pink jacket.Black hair. <laughs> やっぱりこの目はこれになっちゃった。これだめだ。Kind eyes ですよね。はい。Black hair. k いいね。a ューティフォ s スキン。There is just a little bit of stubble. これね、武将ひげのことを stubble って言います。確か、えっと、stubble って、えー、トウモロコシみたいなやつを買った後の残りした、ちょっとあの生えてるでしょ、まだ。稲とかね。ああいうの stubble って言ったと思います。 Dark dark background Mechanical suit Overall purplish Zenta purplish overall purplish.